はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。皆さんどうでしょうか。どこでもドアイベント、今ですね、気まぐれゲートクリア回数17回ですね。そしてクリアレベルの方なんですけども、創造主の魔がレベル7、そしてご褒美の魔がレベル4、エンマの魔がレベル6ですね。なので、まあ、まあまあ均等にね、出現しているかなっていう気はします。そしてドアのね、開放待ちなんですけども、僕は今このステージ1のギー君を周回して、このドアのね、空き待ちですかね、やっています。まあどうなんだろうね、どのステージがいいっていうのはね、まあ、人それぞれだと思うんですけど、まあ、結構コメント欄だとね、隠しステージとかね、難易度が奥の方のステージの方がね、ドアの開閉するね、確率が高いみたいなのもありましたけども、どうなんですかね。まあまあ1でもね、そこそこ開くって言えば開くんで。でね、まあギー君がね、新妖怪なんで、まあこれ結構落としたいよねっていうのもあってやっています。さあ開きました、気まぐれゲート。さあちょっとね、妖怪のパーティー変更します。回復をね、たくさん入れた方がいいよね。そしてジェントルメン系、ちょっとね、技レベル上げます。ちょっとね、しんどくなってきたんで、ジェントルメン系の技レベルを5まで上げましょうか。さあどこに行くのか。おっと、ご褒美のまだ、これは嬉しいね。レベル5ですね。さあ順調に進めていきます。ご褒美の間は他の間よりもなんかご褒美が多い、まあそのままなんですけど、なのでここ美味しいよね。もう全部ご褒美の間でいいんじゃねっていう気がしますけどね。まずは回復2体を入れて、あとはね、ジェントルメンと運行とあ行でいきます。まあ、回復のね、縛りがないステージでは回復をね、多めに入れた方が多分いいです。特にね、ステージの前半のステージでこの回復系妖怪で HP をね、ほぼほぼマックスぐらいまで上げておいて、最後のボス倒してクリアっていうのがね、多分一番いいんじゃないかと思います。この HP がね、癖もんなんだよね。なのでなるべく気絶しないようにうまくね、回復したりうまく やっていくのが多分このステージというか今回のイベントのポイントだよね。さあフィニッシュ。なのでまあ HP ね、そのまま待つと5時間、フルに回復に5時間かかっちゃうんで、まあうまく気絶しないように間から出て、ゲートが閉まるのは30分なんで、また閉まったらまた再入場して、この回復縛りのない、まあ一番いいのどうなんだろう、ご褒美のまかなが出るのをまた30分待ってっていうのを繰り返して、うまくこう回復しながらやると多分一番効率がいいと思います。まあワイポイントもね、稼ぎながら。さあボスいきます。どうなんだろう、レベル5になってくるとね、結構強くなってくるんじゃないかと思います。まあ言ってもね、ジェントルメンがむっちゃ強いんで、まあほぼほぼワンパンですよ。まあ10倍だからね。運行も強いけどね、運行上げよう。まあやっぱりね、なんだかんで言って特殊能力持ち妖怪強いです。これをね、うまく使ってやっていくのが多分いいかな。まあ全てのね、妖怪持ってて、もう技魔スキル魔の人は多分何でもござれなんですけど、僕の場合はそういうわけにもいかないんで、もう特殊能力持ち妖怪をうまく使ってイベントをね、やっていこうかと思ってます。さあ溜まりましたね。溜まったけど技を打つ前に行っちゃったね。さあフィニッシュ。さあ大経験値玉ゲットです。そして49ポイント。さあクリアしました。お、超経験値玉、そして50ポイント。さあこの調子でね、どんどん解放していきましょう。あとご褒美の間とエンマの間。とりあえず創造主の間以外が出てくれればもう嬉しいです。さあ73ワイマネー。
おー、チーズピザ。さあ、どこでもドア、どこに行くんだい。おー、創造主の間。ここはいいや、もうやったんで。まあこれも運だからな。どうなんでしょうね、皆さんどんな感じですかね、この出現確率。大体同じぐらい。あー、またチーズピザ。そして72ワインマネー、ガーリックチキンピザゲットです。もうピザ食べたくなってくるよね。さあ、気まぐれゲートが開きました。おー、また創造主の間。なんなのこれ、ある意味すごいよね、確率連チャンだぜ。おお、落ちたぜギー君。ギー君のね、技レベル上げていきますよ。さあ、すでに技レベル3いきました。ああ、ドア開かないんか。もうギー君いいからドア開けてっていうね。やっぱりどうなんだろうね、隠しステージとか難易度の高いステージの方が確率高いのかな、よくわかんないな。でもね、10回に1回ぐらいは開く。いや、もう少しいいかな。さあ、気まぐれゲート、本当に気まぐれだぜ。お、来たぜご褒美の間レベル6。これは嬉しいよね。今日はなんかご褒美の間がよく出る。それではやっていきましょう。さあ、パーティーね、迷いますね。ご褒美の間は確かね、 HP 縛りがない、フィーバー上昇率ダウンだけなんで、まあ回復系を多めに入れた方が多分いいと思います。僕は今ね、オイランと不死身御前入れてますけども、まあそれ持っていないっていう方は違う妖怪でもいいと思います。まあ KK ブラザーズとかもね、使いやすいかもしれない。ご褒美の間が一番簡単なのかな。まあまあまだ分かんないけどね。さあ、回復します。回復縛りがないステージがね、やりやすいんだよね。さあ、ここはね、早く倒してしまうというよりは、まずはね、 HP を回復してほぼほぼマックス近くまで持っていきましょうか。さあ、回復します。399。そしてこの運行上行もね、使っていきます。皆さんどうですかね、今回のガシャ出ましたかね。運行、そしてジェントルメン、特殊能力持ち妖怪が非常に強力すぎるんで、ちょっとね、ないと厳しいかもしれない。まあでも運行だけでもあれば、まあ、最悪ジェントルメンなくてもそこそこはいけるんじゃないかと思います。まあ、Y ポイントになって初めてのパス系妖怪ということで、二重抽選厳しいよね。さあ、フィニッシュ。560Y マネー、そして 300Y マネー、そして59ポイント。なんか若干他のステージより獲得 Y ポイント多いよね。さあ、4ステージ目、シランプリンですね。さあ、2体か。まあここもね、まあうまく回復しながらさっさと倒してしまいましょう。ジェントルメンが、まあ、必殺技を打たなくてもデカプニを作ってやればね、それだけで倒せます。プニのね、力も非常に強い。さすが SS ランク。まあ、サイズ8とか9ぐらいのサイズならもう一撃で倒せちゃいますね。さあ、あとはシャンプリン回復します。これでほぼほぼマックス、もう倒しちゃってもいいでしょう。さあ、もう少し回復しましょうか。
これでダメージカットプラス回復です。そしてとどめはジェントルマンいきましょう。さあクリアです。まあ、今回のイベントはね、まあ、春休みということもあって、あとね間に祝日が入るので、まあ、結構ねみんな時間に余裕があるということで、多分ねこのボリュームのでっかいイベントをぶち込んできたんじゃないかと思います。さあステージ5ですね。お、パンドラ、ちょっとパーティーを変えます。ちょっと迷うけどね、どうなんだろうね、力でご利用していくのがいいのか、まあ、回復でじっくりいくのがいいのか。でもボスは確か反撃があるんで、まあ力でいった方がいいと思います。で攻撃力アップが確か使えるよね。もうジェントルメン頼みの作戦ですね。不気味の種族効果 25%。 さあまず運気を貯まりました。あとジェントルメンとできればプラチナ鬼、どうだろう、攻撃力アップなくてもいけそうだな。さあダメージカットからのここで攻撃力アップです。さあジェントルメン、これでどれぐらいいくんだろう。おすげえ、15万とかいくね。606は今ね。そして59ポイント、 Y ポイントが結構たまります。さあクリアしました。なかなか微妙。